俺らがこの業界盛り上げます。はい、どうも翔吉です。どうもカリスマです。はい、カリスマくんです。お久しぶりです。いやお久しぶりではないやろ。ではない、最近常連、最近ずっと常連常連なんで居候です。うん、本当に最近本当に居候。はい、多分住所変更したかもしれないですね。そうだね、住民票ここに置いとくぐらい居候です今。はい、うん、だけど最近あのカメラマンとかもねめっちゃしてもらったりとか、そうですね、しよってしよる中でですね、やっぱ俺の手伝いもめっちゃしてくれよって、いえ、その中でカリスマもほら増加部とね、はい、ちょっと前に動画で見たと思うんですけど、うん、しましたね、うん、初めて、はい、でさらにやっぱりその俺の手伝いをする上でこうなんか欲しいクワカブトムシとかないととかこうチラッて俺が聞いたじゃんね。そしたらカリスマがなんと、いや俺実はめっちゃ欲しいのがおるって言い出して、はい、ほーっつってそれは何やって言ったら、まあピーピーって今からお見せするんですけどまあそれをね、はい、俺が、あ、じゃあいいの探すよっつってヤフオク見よったら、あ、これいいんじゃねえかっていうのがおったけん、はい、まあ、ちょっと今回ヤフオクで俺が落札してカリスマが購入したっていう形になります。はい、早速なんですけどその種類、はい、幻のカブトムシということで、そうですね、はい、もうこの種類もねものすごくこう昔もう今も人気なカブトムシよね、うん、そうですね、うん、まあもうこれダダベってもね、はい、しょうがないけん、はい、お見せてくださいちょっと見せましょうか。お願いします。サタンオオカブト、サタンです。サタンです。ファミリア内では初のですね、うん、カブトムシすごい、これほらいいね、やっぱかわいいよね。いいですね。うん。これが、サイズが100ミリか。100ミリですね。この個体自体が、頭角の方が長いんちゃうね。はい。だけど、頭角計測で102ミリ。はい。102ミリ。胸郭ね。胸郭。この胸郭計測で100ミリか。100ミリ。100ミリのサタン。そうですね。うん。俺が昔、そのサタンとか、はい、あの、ね、やったことはなかったけど、ずっとサタンっていう存在は もちろん知っとって、はい、100ミリって言ったら相当なサイズだった、その時、当時ね。はい、今なんか結構100アップが当たり前な感じでさ。そこそこ見置くとそうですね、うん。当たり前のようにヤフオクにオールケンさ、はい、まあ、進化したなサタンもって思いよったところ、はい、ファミリアって面白いよね。あの、かぶらんちゃうね、好きなものが。そうですね。うん。みんなバラバラ。うん。いい感じに。いい感じにバラバラ。ただ、まこっちゃんとカリスマが結構タイプが似とって。似てますね。まこっちゃんのブリードするとしたら何とか言ったら、俺サタンしたいみたいな言ったんじゃね。そうです、そうです。じゃあカリスマが先にサタン買ったという。はい。生まれる前に。競争ですから。おー、なるほど。ちょっと別カメラでちょっとよく見ましょうかね。やばいっすよね。この、なんていうぞ、可愛さにかっこよさも入っとうというか。そうですね。うん。で、この強靭な足、強靭でしょう、うん、この強靭な足ですよこの爪太い、そうですね、これすごいよね。うん、どうですか先生。いいですね。どうですか。これが自分のものですか。これ目指せ何ミリできますか、カリスマ君。まあそうですね、100はもう絶対に超えるっていうのは。おお、まずはこの親越えという。はい、親越えは絶対して。そうやね。はい。いや、いいわ。俺がしたくなってきた。いや、でも無理です。無理です。オッケー。メスは見せないと。見せましょうか。うん。メスは何ミリ。メスは、66。どうなるの、まあ、まあ普通だろうね、多分ですかね。サタンは2年かとか、2年か、確か2年とか3年かかるんじゃないかな。ヘラクレスとかみたいにでかくないのに、はい、ヘラクレスぐらいかかる、もしくはヘラクレス以上かかる、うん、何しようとやって、何しようとやって、何しようとやって、お願いします。うわ、メスもやっぱあれね、足がすげえ
俺ちょっと無理やりは取れんけどね、この爪をこう一個一個こう器用にやっていってやらんと。一回見てますんでこっちで。もうお前違うね、やっぱ自分の虫になると違うのよ。ほら今から僕は慣れっこですよ。こちらがメスさんとネプチューンとね、似とっちゃう、メスが似てますね。そうそうそう、あのね、昔はその交雑、はい、交雑問題とか結構あった虫というか、そう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 、似てるから。そうで、メスの見分け方が確かそのケツ、ケツがザラザラかツルツルか、はい、なんかそんなんやったと思うよ。ケツがなんかツルツルやったらネプ、どっちやったかな、ちょっとコメント欄で教えてください。どっちか、どっちか、どっちか。なんか、ケツ、ここら辺を見るっちゃね、メスは確か。それでネプかどうかわかるっていう。似てますね、でも、本当に。うん、似とるって。めちゃくちゃ似とる。やっぱなんか、ちょっとサタンもやっぱ、ちょっと似とるもんね、うん。この足が短いところとか。ネプチューンもさ、成虫見たら足短いけど。うん、短足に見えますよね。そう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 。俺足長いけん、残念やけど。はい。はいじゃねえよ。はいじゃねえよ。やっぱ虫ってあれやもんね、カメラで見るより、はい、やっぱ肉眼で見た方が全然違うもんね、はい、あの俺のほら108アップのセジャとかもさ、はい、あの生で見るのと動画で見るの全然違うって言われるもんね。ああそうでしょうね、うん、じゃあもうずっと生で見るね。まあまあそうだね。ですけどそうそう、伝わりづらいですもんね、自分たちでカメラとか写真で見ると。うん、ああっていう。うん、カリスマが、ツイッターも始めたっちゃね。そうです。始めました。うん、ファミリアカリスマで。そうです、そうです。うんうんうん。だけど、ぜひ皆さん、カリスマはね、ゾウカブトと、このサタンを、とりあえずはメインとして。そうですね、今2週やってますね。うん、エレファスか。エレファス。エレファスゾウカブトとサタンオカブト。はい。を今後メインとして。そうですね。やっていくということで。はい。ね、そっちの、ゾウカブトとか、サタンしよう方は、ぜひフォローして。お願いします。カリスマの情報を見てください。でまあ、もちろんクワカブハウス、ファミリアのクワカブハウスでこうブリードしていくんで、はい、でかいので、ね、絶対狙っていく。そうですね、絶対狙います。うん、サタンでも大きいのを、はい、多分カリスマが出してくれると思うんで出します。もうあとはもうカリスマ次第やけ。俺そうですね、うん、分からんこととか全部教えるし、はい、うん、あとはもうカリスマのここ次第ですよ。あ、すいません、俺髪ちょっとみそぼらしいんですけど、ちょっと髪切りに行けてないけど、最近ヘッドバンドでちょっと隠してます。追いかぶっとんの嫌やけね。そうですね。あさってか、あさってちょっとね、たっちゃんに誘われて、はい、ちょっと K1 をね、クラッシュ見に行ってくるんで。またちょっと関東衛星になるんですけど、はい、その前にはちょっと髪バチッと切っときますんで。こんなちょっと、あ、なんか、何部屋なんだろう、ちょっと、センターパッドみたいな。あ、センターパッド、はい、センターパッドみたいな。言いすぎやろ、お前。はい、そんな感じで。はい。頑張ってください、本当に。はい、ありがとうございます。うん。目標が、親声。親声。胸郭で102ミリ声。そうですね、102ミリが。105声。これはだけど、頭角で、はい。102ミリやん。はい。多分、計測は、ちょっと胸郭になると思っちゃうね、おそらく。胸郭、はい。おそらく、わからん。正式な計測方法がよくわからんけど。まあ、でも胸郭で、はい。102ミリっていう目標を立てとけば、結構いっちゃうんだけど。そうですね。でも内心では105ミリくらいになるっちゃう。なりますね。こりゃ、ここの、お部屋でやるからには。おー、そうやね、はい。カリスマがね、作業中にこう話を中で、サタンを、やりたいということで、はい、なんかいいのあったら教えてくださいってことやったっけん、俺がヤフオクで探してって感じだね。そうですね、うん、俺もちょっとでかいサタン見たいけん、はい、うん、もうカリスマがもうなんか一発目出らんかったらもう俺がもう待ってください、出しますんで。あ、出すか、はい、そこは待ってほしいと。はい、ちゃんと出しますんで。ああ、なるほど、はい、カリスマはね、あんまり動画とか今まであんまり出てなかったもんね。そうですね、最近ちょこちょこで始めたかなぐらいで、う、ね、うん、だけど今後はね、こうやってブリードも始めたんで、はい、メインとしてカリスマも多分、動画の方にね出てもらえると思いますので、はい、皆様本当にご応援よろしくお願いします。お願いします。はい、そんな感じでね、今回の動画終わりたいと思います。それではね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバーイ。